ベンクト・ストレームグレンベンクト・ストレームグレンはデンマークの天体物理学者である。参考成分の発光原因が誕生間もない構成が発する紫外線によって電離された非領域であることを示した。天文学者でコッペンハーゲン大学教授のエリス・ストレームグレンの息子として生まれた。科学者たちに囲まれて育ち、英才教育を受けた。1929年。 21歳で学位を得た。コッペンハーゲン大学の講師となり1936年から1年半、シカゴ大学で夫をシュトルーベのもとで研究し、1940年には父親の後を継いでコッペンハーゲン大学の教授になった。1951年に再びアメリカに研究の場を求めてヤーキス天文台マクドナルド天文台の所長になり、 1957年から1967年までプリンストン大学の理論宇宙物理学の教授を務めた。1967年にデンマークに帰国した。アメリカ天文学会会長国際天文学連合の会長を務めた。1987年にコッペンハーゲンで死去した。天文学の業績として1930年代後半。 構成の化学組成が従来考えられていたよりも水素が少なくヘリウムが多いことを見出した。1937年には魚社材プシロン製のモデルをジェラルド・カイパー、シュトルーベと共に発表して反響を巻き起こし現在に至る研究の宣弁をつけた。1940年代初めには構成の周りの電離した生間物質を発見した。 1950年代、1960年代は、光電的な観測技術の先駆的な開発を行い、ストレームグレン速攻法を開発した。彼の死後、シンスタートレックの第68は、孤独な放浪者において、彼にちなんだ名前の構成が登場する。なお、ベータストロングレンは、作中で超新星化する。ありがとうございます。